サーシャ・パブロビッチことアレクサンダル・パブロビッチは、セルビアのプロバスケットボール選手である、ユーゴスラビア連邦モンテネグロバール出身、母国語読みだとアレクサンダル・パブロビッチを欧州のバスケットボール選手らしく3ポイントシュートを含めた、アウトサイドのシュートがうまく、2006から07シーズンの3ポイント、成功率は40.5%と高い数字をマークしている、高校時代、 メリーランド州のアーチビショップスポルディング高校に在籍したことがありボルチモアカトリックリーグで1シーズンプレーし優勝を経験した KK ケケブドチのストッポドゴリザに入団した彼は2000から01シーズンユーゴスラビアリーグの14試合に出場し平均1.4得点2001から2002シーズンユーゴスラビアリーグの3試合に出場し平均6.7得点 ユーロリーグの2試合にも出場した。2002から03シーズン、ユーゴスラビアリーグの20試合に出場し10.1得点、2.4リバウンド。ユーロリーグでは、フィールドゴール成功率54%で、平均9.6得点、タウセラミカ戦では21得点を挙げた。同じく、セルビア・モンテネグロの選手であったダーコ・ミリチッチと共に2003年の NBA ドラフト1巡目15位指名で、 ユタジャズから指名され、NBA 入りを果たした。ミリチッチが一巡目に指名であったため、バブロビッチはその影に隠れがちで、ルーキーシーズンは14試合の先発出場を含む79試合に出場し、平均4.8ポイント2.0リバウンドの成績を残した。12月3日のヒューストンロケッツ戦では18得点を挙げた、また2試合で9リバウンドを挙げた。 ルーキーのベンチ選手としては平均以上の記録だが、彼に期待されたアウトサイドシュート、特に3ポイントシュート成功率は27.1%と振るわなかった。2004年6月22日に行われたシャーロット・ボブ・キャッツのエクスパンションドラフトで指名されたが、翌日、クリーブランド・キャバリアーズのドラフト1巡目指名権と引き換えにトレードされてキャブスに入団した。 2004から2005シーズンは9試合の先発出場を含む65試合に出場し、平均4.8得点、1.1リバウンド。このシーズンの自己最高は17得点を2回、2桁、得点を9試合で上げた。2005から06シーズンは19試合の先発出場を含む53試合に出場し、平均4.5得点、1.5リバウンド。 2006年2月21日のオーランドマジック戦では21得点をマークした。プレーオフ3試合での彼の出番は3分間にとどまった。2006から07シーズンは28試合の先発出場を含む67試合に出場し9.0得点、2.4リバウンド、1.6アシストを上げた。20得点以上を7試合で上げて、3月13日のサクラメントキングス戦では、 自己最高の25得点を挙げた。2週間後のニューヨークニックス戦では3ポイントシュート7本、中6本を決める活躍を見せた。このシーズン3月1日に先発シューティングガードとなって以降の残り24試合すべてで先発出場し、この間平均12.7得点、3.0リバウンド、2.3アシストの数字を残した。この年チームは NBA ファイナル進出を果たしたが彼は、プレーオフ20試合すべてで、先発出場し、ニュージャージーネッツとのイースタンカンファレンスセミファイナル第2戦では17得点、デトロイトピストンズとのカンファレンスファイナル第5戦では、9リバウンドを上げて、ダブルオーバータイムでの勝利に貢献するなど、平均9.2ポイント、2.3リバウンド、1.6アシストをマークした。 オフシーズンに制限付きフリーエージェントとなった。彼はおよそ1ヶ月ほどホールドアウトを続けたが、3年間、1、370万ドルで、キャブスト再契約を果たした。2008年1月23日のワシントン・ウィザーズ戦で左足を負傷し、23試合に欠場した後、3月12日のニュージャージー・ネッツ戦で復帰を果たし先発出場したが9分間の、 出場で無得点に終わった。3月14日のワシントンウィザーズ戦でシーズン杯の24得点を挙げた。このシーズンは15試合で2桁得点を挙げた。2007から08シーズンは45ミノ、先発出場を含む51試合で平均7.4得点、2.5リバウンド、1.6アシストの成績を残した。またプレイオフ8試合で平均3.5得点。 1.3リバウンドを上げた。チームはこの年のカンファレンスファイナルで、オーランドマジックに2勝4敗で敗れ2年連続の NBA ファイナル出場は果たせなかった。2009年6月25日、シャキール・オニールとの引き換えで彼とベンオーレス、ドラフト2巡目指名権がフェニックス・サンズにトレードされた。9月14日、サンズは彼との契約をバイアウトして、ウェーバーにかけ、 9月16日、ミネソタティンバーウルブズと1年150万ドルの契約を結んだ2009から2010シーズン終了後、ボストンセルティックスへ移籍。2012年7月20日にトレードでポートランドトレイルブレイザーズに移籍。セルビア・モンテネグロ代表として2002年のヨーロッパ U-20 選手権に出場して5位。2004年の アテネオリンピックの4試合に出場平均3.5得点、1.8リバウンドの成績を残した、モンテネグロの分離独立後は、セルビア代表としてプレーすることを選んだ。ありがとうございます。